それでは今回紹介しましたアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきたいと思います。まず最初にこのアルゴリズムの第一ステップですけれども、ここは N1 から NK にはそのあらかじめ求めておいた素数を当てるので、ここでは新たな計算は行わないという評価になります。次に第2ステップを見ていきたいと思います。第2ステップにはそのループが3重になっていましたけれども、まず一番外側のループですね、この i が1から k を動く部分、これは素数が n1 から nk に対して計算を行う部分なんですが、この k の値は最初の見積もりからそのオーダーの l、ラッチ l というふうに見積もっておりましたので、このループの回数がオーダーの L だけの見積もりとなることに注意してください。で、次に内側のループ、2個のループなんですけれども、この変数 R と T に関するループですね。で、これは R が1からスモール m までの間、 T が1からスモール m までの間を動きますので、この内側二重のループ分でその合計 m2 乗回、スモール m 2乗回の計算が行われているということになります。で、問題はその内部ですね、ループの一番中での計算、この下側の赤い丸で囲った部分ですけれども、これはと、A の RT 成分を NY で割った乗与を求める、それから B の RT 成分を NI で割った乗与を求める計算をしておりますが、これはそれぞれその長さラージ L の多倍長数を単精度数で割る演算をしております。で、これは、詳しくは次回述べますけれども、このステップの計算量というのはオーダーのラージ L で見積もることができます。詳しくは次回の授業で述べます。ということで、ループの一番内側の計算の、計算量がオーダーのラージ L。で、それが、ループ M2 乗かけるそのオーダーの L 回で、だけその回りますので、このステップ2の計算量の合計は、オーダーの、スモール m2 乗かけるラージ n2 乗で見積もることができます。次のステップでは、その行列 a と b の、積の各成分を計算しています。と、ここでもループが3重に渡っていましたけれども、まず最初の、一番外側のループですね。このループはその i が1から k まで動くもので、これはその素数 N1 から NK までの分の繰り返しということになりますが、これも先ほどのステップと同じように、このループの回数 K というのはオーダーのラージ L で見積もることができます。で、その中のそのループの中にありますこの2つの二重のループですね、これは行列 C のその RT 成分の分だけ個数だけ繰り返されますので、ここの内側のループは合計 m2 乗回の繰り返しということになります。で、そのループの一番内側での計算なんですけれども、ここではその全部単精度の計算が行われております。ここでのその行列 AI、行列の成分 AI、それから BI の成分というのは、これ全部NI を法とするその乗与環状での行列でしたので、この成分は全て単精度の数です。で、ということで、ここのその和と積を取る部分は単精度の乗算 M 回に加算 M-1 回を繰り返して、その計算量はオーダーのスモール M で見積もることができます。以上のことから、そのループの一番内側での計算は毎回そのオーダーのスモール m と、でこれがループで m2 乗かけるオーダーのラージ l 回だけ繰り返されますので、このステップ3の合計の計算量はオーダーのスモール m3 乗かけるラージ l と見積もることができます。最後にこのステップ4の計算量を見積もります。このステップ4はそのループが二重になっておりまして、変数 R が1から M まで、変数 T が1から M まで動きますけれども、これはその行列のですね、各成分に対して計算を繰り返すということですので、このループの回数は合計でスモール m2 乗回ということになります。
で、その内部で、デープの内部で行われている計算量の評価なんですが、この中国乗用三法が行われておりますけれども、これの詳しい計算量は次回評価しますが、この中国乗用三法というのは1回につきオーダーのラージ N2 乗だけの計算量がかかります。この計算量の見積もりは次回の授業の際に述べます。で、あとステップ5はこれはリターン分ですので、計算量には含めません。以上のことからまずステップ4の計算量の合計としましては、中で行われている計算の計算量が、オーダーのラージ N2 乗、それが M2 乗回の繰り返しですので、このステップ4の合計の計算量の見積もりはオーダーのスモール M2 乗×ラージ N2 乗となります。というわけで、そのこのアルゴリズムの各ステップの計算量が出そろいましたので、その合計を見積もってみます。ステップ1のところでは計算は特に行われませんで、ステップ2の計算量の見積もりがオーダーのスモール M2 乗×ラージ L2 乗で、ステップ3の計算量の見積もりがオーダーのスモール M3 乗×L で、ステップ4の計算量の見積もりがオーダーのスモール M2 乗×ラージ N2 乗ということで、この3つのその評価を全部加えますと、その合計の計算量の評価が、オーダーのスモール M3 乗×L プラススモール M2 乗×ラージ N2 乗ということになります。で、最初、この授業の最初に言いました従来のそのアルゴリズムでの行列の積の計算の計算量評価を見ますと、これがそのオーダーのスモール M3 乗×ラージ L2 乗ということでしたから、それに対して今回のその中国乗用三法による行列積の計算の計算量を見ますと、その計算量は2つの項から、見積もりは2つの項から成り立っていますが、どちらの項を見てもですね、この元のアルゴリズムのその因子スモール M もしくはラージ N のどれかがこう1個ずつ少なくなっていて、より効率的な計算ができていると見積もられることになります。それでは中国乗用三法を用いた行列の乗算の例題としまして、テキストの例 4.70 を取り上げます。ここではその A と B をそれぞれ3次正方行列としまして、A と B をここの今スライドで見ているような形で与えております。で、ここでそのまず A と B の各成分の絶対値の乗回を見積もりますと、これラージ M を12と置くことができます。あとスモール M は今回行列の次元でしたので、これは3です。で、ここからですね、その 2× ラージ M の2乗 ×スモール M を計算しますと、これが864ということになりますので、その中国乗用三法で取るその素数の積 N と N がですね、864を上回るようなスモール N の値になっていれば良いということになります。で、それで、あとこのスモール MN がですね、この N1 から NK の積で、今回はその N1 から NK は素数とは限りませんけれども、その NI と NJ が互いに素であるような N1 から NK を求めますと、今回 K は3とすることができまして、あと N1 は 9N2 は 10N3 は11ということで、 N はこの N1N2N3 の積で990となりまして、この864という条件をよりも大きいという条件を満たすことにが分かります。そこで最初にこの N1 の9を法とする行列 A と B の積を計算します。上の方でその行列 A と B それぞれの9を法とする乗用を与えた上で、その積をこう計算しているわけなんですけれども、これによってその行列の積 AB の9を法とする乗用がその A をA の Q を法とする乗用を成分に持つ行列と、それから B の Q を法とする乗用を成分に持つ行列の積の各成分を Q で割った乗用で表していることに注意してください。それから今回その乗用間の
その弦の表現の仕方として各成分はマイナス4から4の範囲で表していることにも注意してください。で、まあ、今の計算と同様にしまして、今度はその N2 イコール10に対してその行列の積 AB をこの10で割った乗与を持つ行列というのは、この A の各成分を10で割った乗与を持つ行列と、それから B の各成分を10で割った乗与を成分に持つ行列の掛け算乗算を行って、まあ、その結果をですね、各成分を10で割った乗与を成分に持つ行列に等しくなりまして、まあ、それはこの今ポインターで示しているような形の行列となります。で、最後にその N3 イコールで11をですね、法とするその乗与 AB の、まあ、乗与の成分に持つ行列としましても、もう同じような形で計算することができて、でそれはこのスライドのこの下にありますようなこのような形の行列になります。最後にそのこれまで3通りのその法を使って得られたその A と B の積の結果を用いて、まあ、これに対してその中国十三法を用いて各成分を復元することによって、まあ、AB の積ですねがの整数上の積がこのスライドのように復元されます。今回の授業のまとめです。で今回はモジュラ三法についてまず紹介を行いました。そしてモジュラ三法の一例として、まあ、中国十三法を使ってその行列式の計算の効率化を図るというアルゴリズムについて説明をしました。次回の授業の内容ですけれども、今回の授業でそのいくつかのそのアルゴリズムの計算量の見積もりが課題になっておりました。一つ目は除算の計算量、二つ目はその拡張ユークリッド誤助法の計算量。で3つ目は中国十三法の計算量、まあ、以上がですね、今までのところまだ見積もりは出していませんでしたので、まあ、次回の授業ではこれらの計算の、まあ、計算量の見積もりを中心に説明をしていきたいと思います。それでは今回の授業はここまでとしたいと思います。お疲れ様でした。